お腹が空いたらモンスター。どうも、作って食べるオグユーチューバーロシアン佐藤です。よろしくお願いします。はい、日本粉もん協会会長の熊谷です。今日もよろしくお願いいたします。お願いします。熊谷さん、はい、私、満を持して粉もん協会さんの女子部コーチになったんですけど、やっぱりちょっと粉もんのことをもっと学んでいきたいなと思いまして、なるほど、粉を使ったお料理をぜひやっていきたいなっていうふうに思ってるんですけど、ね、粉からね、はい、粉から粉からですね。もう粉からやることでやっぱり粉もんっていうのはこういうもんだぞというのをね、学びたいなと思いまして、今日はおうどんが作りたいんです。なるほど、すごい勢い、すごい、なんか顔が今もううどん食べたいですっていう顔でした。本当ですか。作って食べる YouTuber ですからね。作る楽しさと食べる美味しさというところまで同時に伝えられていければなと思うのですが、うどん作りがやってみたいなと思っていまして。もういいことです。麺類っていろんなお野菜とかいろんなものをこう合わせるんで、本当にこうバランスよく栄養価取れますし、暑い夏 もうめちゃくちゃうどんって食べやすいじゃないですか。いや、そうですよね、はい、です。じゃあもうもりもりうどんを作ってもりもり食べたいと思います。こちらの動画は免疫力プロジェクトの特別協賛ゴールドパートナー日清製粉グループさんの提供でお送りします。はい、ということで準備ができました、はい、もう粉と塩と水、はい、めちゃくちゃ簡単に作れますね、こりゃ。まあね、もうそういうもんです。まずはちょっと作る前に問題です。え、突然コーチは勉強して。そうですね、そうだった、はい、そうでした。ということで、小麦粉っていろんな種類があるんですけど、はい、わかります。お、強力、中力、薄力粉。さすがコーチ。もうお手のもんです。はい、では今から言うメニューはどんな小麦粉で作るか。え、ちょっと待って、はい、分かるやつと分かるやつがありそう。まず今日のこのうどん。はい、ああ、うどん。はい。うどんは中力粉です。なるほど。ピンポンで。おー、びっくりした。なんか、なるほどってやると間違ってるかと思う。よかった、もう。よかった。いきなり間違えてるかと思う。はい。じゃあ2番、フィナンシェ。フィナンシェ？お菓子です。お菓子。お菓子はもう薄力粉のイメージなんですけど。そうです。もう今日間違いなくそういうところありますね。あと、まあいろんなこう他の粉、アーモンドプードルとかあんなを混ぜるお店もあるし、本当自由なんですけど、まあ、基本やっぱお菓子は薄力粉は間違ってないです。合ってます。お、さすがですね。よかった。3番、はい、天ぷら。あ、天ぷらは分かります。何です？薄力粉です。ピンポーン。もうだって一袋使い切ってあげてましたもんね。そう。で、あの、そもそも薄力粉、中力粉、強力粉っていうふうに、まあ、細かく分けてるので、あの、日本がすごく細かいって言われてるんですけれども、あの、何が違うかってやっぱりそのタンパク質、グルテンというね、うんうん、よくこうもっちりとかこう伸びるとか、うん、そういう素質を持ったものの、あの、含有量が強力粉ほど多く、うんうん、薄力粉ほど少ないと。はいはい、はい、ということで小麦粉のことも分かったところで、早速うどんを作っていきたいと思います。まずはこのお水にお塩を溶かしていきます。食塩水を作るっていう風に。うどんってこんなお塩入るんだって。そう、意外と。そうですね、そばには入らないですからね。あ、そうですよね、はい、おそばは確かにお塩いらない。そうしたら粉を入れます。今日はこれ一袋全部使いますので、言ってなかったですけど。やっぱりいらないですね。はい、測らないです。測らない、一袋。はい、こういきます。そうか。ちなみにですね、後ろ側ではですね、中力粉 300g でうどん3人分という風になっておりますが、こちら 1kg ですので10人分でございます。まあ、私にしたらおやつみたいな感じでございますね。大丈夫だと思います。ちょっと私今袋見ながらやるって言ったのに袋捨てちゃったんで、ちょっとここに、はい、新品を貸していただきます。ロシアさんのそういうとこもいいですよね。すぐ片付けちゃうんですよ。早速
このお水を合わせていくんですけど、はい、なんかお手手でやるとベタベタするから箸使った方がいいよということで、今会長からアドバイスをいただきまして、はい、全体にもうかけちゃっていいんですか？そうですね、粉一粒一粒にこう水がね行き渡るようにという気持ちで、気持ちで、気持ちでいいんですか、はい、技術はいらないですか？技術、気持ちが大事、気持ちが大事、はい、気持ちでカバー、はい、じゃあちょっと気持ちでいきたいと思います、はい、でもさささと混ぜる、ささと、そうですそうです、あ、いい匂いだ、いい感じ、うん、いい感じ、いい感じ、ダマダマだ、すごくダマダマ、はい、ある程度もうなりましたら、お箸についてる生地をもう落としていただいて、はい、あとは手でいっちゃいましょう、ここでやればもう手にもそんなつきません、なるほど、はい、もうこんなお箸はちょっと最初のこのそうですねところまでなんですね、はい、なんかもっちりしている、いい感じですね、ちょっとじゃあ支えつつ、はいはい、もうねだいぶまとまってきてますね、美味しくなれよ、そうです、そうです、あの中に中に入れていく感じですか、入れていく感じですね、本当に固まるのか、心が折れそうになる、粉触ってる時、吉田さん今あの塩水入れましたけども、はい、なぜ塩水なんだろうというクイズですね、ああ、はい、塩水なんだろう、美味しい確かにね、あのもちろんテイスティーテイスティー、それはとてもありますね、この料理に対してお塩結構しっかり入るんだなっていうのを、はい、レシピを見て思ったので、本当にいろんな効果があるんですね、そうですね、だいぶまとまってきましたので、ここでちょっとね、あの一回寝かして乾かないように濡れ布巾で覆ってあげて20分ぐらい置いたらいいと思います、はい、お休みいただきたいと思います、はい、ということで20分、はい、おねんねしていただきましたが、どうなっているか、はい、じゃじゃーん、ちょっとまだ武骨な感じで、ほんのりまだ温かいです、そうですね、見た目はねもう全然変わってないんですけど、うん、でも中で寝てる間にきちんとつながっているので、多分こねやすくなってると思います、なんかもっと一生懸命最初からこねなきゃいけないのかなと思ってたんですけど、うん、割とこのあらあらで大丈夫ですね、うん、でもいよいよ今度こう菊練りって言って、あ、ね、わかります、はい、お花の形になるようになるやつですね、そうですね、あ、もう違いますね、触り心地が、あ、すごい、全体がしっとりしてる、めちゃくちゃ柔らかい、ちょっとでも菊練り下手だな入ってないとこどんどん入れていく感じですよね、そうですね、1キロありますからね粉が、うん、ちょっとこれがね300ぐらいだと非常に作りやすいんですね、初心者の人は無理しないで300グラムから始めた方がいい、確かにちょっとでもまた固めになってきた、うん、試したか、どんどんこれで強くなっていくんですね、こねれば、このほど、あ、もちもち感が、そうです、よいしょ、力仕事だこれ、ね、ほんと痩せる痩せる、それでね、裏返すと結構スベスベな感じが、おわ、ほんとだ、ね、見て、つるんするんですね、でこれでちょっとまた20分ほど置きますと、もう完全に滑らかな生地になります、ではまたこれで20分寝かせます、はい、また20分経ちましたので、はい、じゃーん、わあ、なんか、はい、つるりとして見える、ね、おお、あ、じゃあこれを次はちょっと踏んでいくんですか、はい、そうですね、はい、これでもほぼできるとは思うんですけど、でもやっぱもう今日1キロなんで、やっぱりもうちょっと踏んどくとよりいい感じになると思います、うんうんうん、なるほど、はい、はい、ということで食べ物入れていいよっていうね大きい袋を使いまして、わあ、かわいい、しっとり、おっ、こっちがもうすごいしっとりしてますよ、本当にウェッティーさが赤ちゃんです本当にこれでじゃあふみふみしていきます、はい、はい、では今こちらにおうどんがありますのでふみふみしていきたいと思います、足元を映すカメラはこちら今日の日のためのうどん靴下を履いてきましたよ、これ会長踏み方とかあるんですか、はい、そうです、もう自由ですけども中央のところからこう外へ外へ伸ばすっていう感じがいいかなと思います、では行きます、
ていう感じですね。わあ気持ちいいさあ、どうしてさん、うどんを踏む時間は長ければ長いほどいい、はい、丸か×か。いっぱい踏んだ方がいいイメージと思いますけども、これあんまり踏みすぎるとまただれてきたりするんですね。ちょっとそうなの？はい、大体まあ5分ぐらいとか言いますけれども。そうなんですね、はい、そんなにいっぱい踏まなくていいんだ。もうそろそろ良いかなと思います。力でいっぱいこねていかなきゃいけないなと思ってたんですけど、はいはい、割となんかこねる時間は少なくて踏むのもちょちょっとでできるんですね。そうです、踏まない人もいますし、腰を求める人は踏むということなので、まあお家でちょっと自由研究のテーマに、確かに確かに、うどんとかされるんなら踏んだ場合と踏んでない場合でどう違うかとか、そうですね、そういう、実験も楽しいと思います。ではいよいよ伸ばして切るところをやっていきたいと思います。まずは打ち粉をしたらいいんですかね。そうですね、そのくらいでいいですね。はい、うわ、もち肌はすごいもちもちしてます ね、 もうしっとり、はい、こいつにもつけた方がいいですね。とりあえず一回こうくるくるくるっと巻いていただいて、はい、もう竹たらそうですねはい、それでちょっとこう押していくとまたちょっとずつ伸びるんですね。はい、どんどんちょっともう棒隠れてきちゃった、はい、隠れてきました。そうですね、どうしましょうか、もうあとね、ちょっと厚み半分ぐらいになるぐらいまで、ということは面積は2倍ですね。そういうことになりますね。あ、でも結構しっかり腰を感じます。そうなんです。なんでお前初めてなのに1キロから作るのって話なんですか、ね、私も1キロやったことがなくてもう300ぐらいがちょうどね、まな板で広げられる大きさなので、皆さんには300からおすすめいたします、はい。ちょっとなんか四角くしてたのにだんだん丸くなってきたと思った、はい、結構ねやっぱりもう弾力があるんでこう縮もうとするんですね。なるほど。でそれをなんとかこう力ずくで君はこっちなんだよって教えてあげてください。ちょっとずつ伸ばしてるはずなんですけど、はい、ちょっとずつ戻っていくんで、はい、なんかプラマイゼロになりそうになるんですよ、はい、ここはやっぱり長い棒を、綿棒のちょっと今問題を感じました。はい、どうですか、これくらいの、はい、あ、いい感じじゃないですか。結構しっかりしないとあれですかね、くっついちゃいますね、これが、はい、畳んでいきましょうかね、はい、切りやすくするためにこういっちゃいますか。はい、で、また、ここにも、こちらに、はい、こちらも折るので、わー、気持ちいいでここをね、手早くしないとまたどんどんこう、重みでついていっちゃいますので、ほんとね、ここはねはい、大丈夫です。本当生地のように、あ、いい感じです。はい、じゃあこれでどんどん切っていきましょうか。はい、はい、ではいよいよ、うどんの形にしていきます。こちらを好きな太さでいいんですか。まあ大体3から5ミリぐらいですけど、うん、まあちょうどこの厚みと同じぐらいがこの火の通りもいいんじゃないですかね。行かせていただきます。はい、太いですか。いいと思います。どんどん太くなるやつは多分ある程度したらちょっとこうなんていうかほぐしてあげましょう。ちょっとほぐすって言ってください、はい、あ、もうそろそろいいでしょう大体1人前ずつぐらいとかでやると、でパッとこう粉をまぶす感じで、あ、いいの、はい、この辺の粉ですか。あ、そういう感じ、そういう感じ、あ、それでふわっとこう、そうです。うわ、うどんっぽい、まあ、見て、上手自分で言う、自分で言った。このね、太さがいろいろあるっていうのも手打ちならではなんで、そうですね、はい、なんか太さで食感がどう違うかみたいなのも自由研究良さそうですよね。そうですよ、素晴らしいです。審査用の10個10個、はい、ということで10人前無事完成しましたちょっといろんなね、太さだったり長さだったりありますけど、こちらがね、まあ、おうちうどんのいいところということで、
ちょっと並べ方はそれっぽくしてる。いやめちゃくちゃもうこれだけ見たらめっちゃすごいやんって。おいやったー、はい、うどんって茹でると 1.5 倍になるんですよ、はいはい、重さも、はい、太さも、はい、まあまあ多いですね。いやでももうこれは本当にペロリな量なのでそうかおやつって言ってましたもんね、はい、おやつ、はい、すごいね。ちょっとねぬぬぬしたりこねこねしたりしたのでお腹も空いてることですし、こちらペロリといただかせていただきたいと思います。今日はうどん打ちながらいろいろと会長からもうどんについての豆知識だったり粉についての豆知識だったりたくさん教えていただいたので学びにもなりまして知識も増えたことですし、なのでこの後お腹も満たしていきたいなと思っております。はい、はい、ということでこちらのうどんは私の方のチャンネルお腹が空いたらモンスターでがっつり食べていきたいなと思います。これ何で食べるのがおすすめですか？うん、そうですね、まずまあ湯がいて、うん、このもう熱々をもう締めないでそのまま釜玉っていう、あー釜玉うどん、はい、はい、卵と一緒にもう、はい、そう、うどんの熱で卵にも火が通るという、ね、あまあ和風のカルボナーラみたいなやつですね。そうですね。でそれから例えばまあお出汁で、うんうん、でお出汁もいろんな温度とか野菜とか合わせて美味しいです、はいはいはい、でもう一つはねちょっとあの木村くん、はい、佐藤さんです。まあ佐藤さんが木村くんを食べるというあの絵になるんですけども、はい、キムチとラー油、はい、キムチとその食べるラー油を合わせて、でそこにいろんなお肉やお野菜乗せてっていうメニューをうちのね広報部長が考えたんですよ。そうなんですね。たけちゃんって言うんですけど。たけちゃん。はい。でも割とうどん好きにはもう今木村くんは普通にもう、知られてまして。知らなかった。はい。ぜひあのそう木村くんも試してほしいです。わかりました。じゃあたけちゃんの開発した木村くんを佐藤くんが食べます。よろしくお願いします。でもうね本当あの麺ってもう日本人大好きですけどね、うん、大好き。これもあのもちろん麺だけでも私これでも食べれるんですけど、もうここにちょっとお野菜薬味、うん、からお肉卵もういろんなものを合わせる、うん、でこのバランスでいただくというね、うん、これがやっぱりその免疫力、体の免疫力も上げるし心の幸せ もう満足できるという、ですので今日もまたちょっと免疫力揚げ揚げで美味しいのを食べていってください。はい、わかりました。こちら今日も女子部コーチとして皆さんと一緒にね粉もんのことを学んできたと思うんですけど、またこれからも粉もん協会さんとね粉もんの秘密を学んでいくタイミングたくさんあると思うので、そちらも楽しみにしていてください、はい、それでは次の活動をお楽しみに。ハッピー粉